ビデオダイアリー、February the 5th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan。 ビデオ日誌、2021年2月5日、林博史です。こんにちは。エリア51とですね、ナスカ高原とは深くつながっています。そしてエリア51の51は火星を意味します。そして同時にナスカ高原はその火星人と深くつながっています。まあ、こうしてエリア51とナスカ高原、そして火星人がつながっていきます。で、その話をしようというふうに考えていたんですけども、まあ、今ご覧いただいているですね、この動画がですね、それについての動画ということになります。ここでね、改めてビデオダイアリーで説明するよりはその動画を見ていただいた方が良いのではないかと思いますので、その動画をこのまま流しておきます。で、今日はですね、朝から USA 特集という形で10本の動画を発表させていただきました。そのアメリカはエリア51で始まり、そしてそれが全てであるということになります。エリア51があるがゆえに、つまり今のアメリカはあると言っても過言ではないのではないでしょうか、ということになります。では今日は簡単ですけども、ここで失礼します。バイ。ナスカ高原へ案内します。ナスカ高原には無数のラインが引かれていますが、その中でも特に一本際立って長く太いラインがあります。それが今皆さんにご覧いただいているラインです。中央やや左上から右下に走っているラインです。通称グランドクロス、巨大な十字架と呼ばれています。このグランドクロスの縦線に線を置いてみます。今矢印のところから線を上、つまり北の方角に向かって引いてみます。その線はと言いますか、その線とですね、世界の拠点中の拠点の一つであるメキシコのポポカテペトル山の山頂をつないでみます。火山になっています。火山口があります。その火山口の中心を通るようにラインを上方、つまり北の方に向かって引いてみます。ポポカテペトル山ですね。で、この山頂の火山口の中心を通るようにラインを引いてみます。ギザの三大ピラミッドはこのポポカテペトル山の方角を正確に正確に示しています。で、機首角を 324.91 となりますが、その 324.91 で北の方にラインを引いてみます。すると私たちがエリア51という名前でよく知っているアメリカで最も秘密めいた、つまり秘密の空軍基地のやや左側、西を通ります。ただし 324.91 といってもですね、1000分の1のくらいで少しエラーが出ます。幅があるということですね。まあ、それは さておいてですね、この黄色いラインがナスカからポプカティペトル山の山頂を通って引いてきたラインです。で、この部分には何かがあるということになりますが、まあ、それは今日のテーマではありません。また私たちがですね、知る由もない、つまりは秘密基地ということになります。ともかくもこの黄色いラインがですね、ナスカ高原のグランドクロスから引いてきたライン、言い換えるとですね、ナスカ高原のグランドクロスの縦線はですね、正確に正確にこの位置を示しているということになります。と同時に、メキシコのポポカテペトル山の山頂を新直線下に通り抜けているということになります。ここで一つ重要な外堀を埋めておきます。なぜメキシコの
ポポカテ、ペトルザンカということですよね。ギザの三大ピラミッドです。赤印で示したこのピラミッド、第一ピラミッドと第三ピラミッドの、頂点を手に取ってですね、赤い線を引きます。そして今度は先ほど言いましたポポカティ・ペトル山からのラインを引いてみます。左上から右下に黄色いラインがありますが、このラインがメキシコのポポカティ・ペトル山から引いてきたラインです。そしてこの赤いラインと黄色いラインの作る角度を計測してみるとですね、正確に90.00°ということになります。つまり偶然ではありえない精密さということになります。言い換えるとギザの三大ピラミッドはメキシコのポポカティペトル山を意識して建造されたピラミッドということになり、なおかつメキシコのポポカティペトル山はまさしく拠点中の拠点であるということになります。だからメキシコのポポカティペトル山ということになります。Nazca lines are inheritance from Martians to humans to let us know the real history with God. Nazca のラインは火星人が私たち地球人に残した、つまりは歴史的遺産ということになります。このような形で火星人たちは人間に遺産を残してくれました。その遺産によって私たち人間は人間と神々の真の歴史を知ることができるようになりました。広し林浜松シティジャパン。ナスカのあのライン群は誰が何のために引いたものでしょうか。その謎を解く鍵がアメリカのあのエリア51にありました。まず皆さんをナスカ高原へ案内します。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数のラインが引かれていますが、その中でも特に際立ったこのやや左にあります白いラインに注意してください。一般にはグランドクロスと呼ばれているラインです。長さが10キロ以上、幅は20メートルから40メートルあります。このラインは伸直線に正確にエリア51の方向を示しています。この黄色いラインは正確にエリア51の方向を示しています。エリア51はアメリカでも最も重要かつ秘密基地ということになります。そのエリア51の51は11種ゲマトリア、つまりユダヤの暗号によれば火星を意味します。火星です。そしてこのナスカおよびやや北方のパラカスではこのような縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長超等人間です。ではこの縦長超等人間は誰でどこから来たのでしょうか。その謎を解くヒントをあのゼカリア・シッチンが残してくれました。この本の1ページの中央部の挿絵に注意してください。この挿絵の中央部に書かれている人物に注意してください。左に書かれているのが六芒星。火星は太陽系の惑星を外側から数えて6番目ということになります。地球が
7番目、そして金星が8番目ということになります。六芒星イコール火星のシンボルマークということになります。この挿絵の中の右から2人目中央に描かれているこの人物に注意してください。イギギです。そのイギギについてウィキペディア・イングリッシュには次のようにあります。イギギ was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology, though sometimes synonymous with the term Anunnaki. In one myth, the Igigi were the younger gods who were servants of the Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. つまり、イギギというのはシュメール神話の中では天の神と考えられていた。そしてイギギはアヌンナキの同意語として使われることもあった。そのイギギは反乱を起こし人間の創造によって置き換えられるまでイギギはアヌンナキの召使いであったと。これがその円筒印象と思われる図柄の説明文ということになります。ただゼカリア・シッチンはこの挿絵についてですね、左上に書かれているのは火星であり、中央に書かれているのがニビル、つまり横切る星であると説明しています。が、ここで注意していただきたいのは中央のその人物です。これが太陽とゼカリア・シッチンは説いています。そしてこれがイギギ、火星から来た人という意味だそうです。そして左上に六芒星が描かれています。まあ、ここから火星人ということをセカリア・シッチンは判断したのだと思います。そしてその中央の人物の左右に人間らしき人物が描かれています。まあ、かなり大柄な人間ですから神だったかもしれません。この手をかざしている点に注意してください。右はですね、エジプトの壁画に残っている絵ですけども、皆手をかざして挨拶をしています。まあ、このような形で古代の人たちは相手に挨拶をしたわけですけども、まあ、大抵は目下の人が目上の人に対してこのように挨拶しているということになります。目上の人が目下の人に同じように挨拶している絵もエジプトの壁画に残っています。それはともかくもこの人物に注意してください。異様に頭が上方縦長に長く、そして頬骨が出ているのがわかります。少し回り道をしましたので最初の話に戻ります。ナスカです。ナスカのグランドクロスに注意してください。縦線ですね、今黄色いラインでそれを示しました。このラインは正確にエリア51の方向を示しています。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ここが重要です。51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味します。この黄色いラインはナスカ高原の中にあっても際立って目立つラインということになります。つまりナスカ高原の中においてはラインの中のライン、ラインの王ということになります。そしてナスカおよびその北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上発見されています。縦長長頭人間です。その頭蓋骨と先ほど紹介しましたイギギの絵と比較してみてください。イギギと中央下の縦長長頭人間の頭蓋骨です。私林博氏はナイル川周辺の例えばツタンカーメン王家族の頭蓋骨およびドゴン族のアーティファクトに残っている横長長頭人間の頭蓋骨と区別してパラカス周辺のこの頭蓋骨を縦長長頭人間と呼んでいます。それはともかくもこの縦長長頭人間の頭蓋骨と左側イギギの頭の形が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。長い頭、そして出っ張った頬骨ということになります。
つまり向かって左側、この人物がイギギ火星人ということになりますから、当然向かって右側のこの縦長長頭人間もイギギ火星人ということになります。こうしてゼカリア湿疹の解読した謎とエリア51と、そしてナスカ高原のライン群がつながりました。がそれだけではありませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この赤い帽子のようなものをかぶった人物の喉を見てください。生命維持装置のようなものがついています。で、拡大してみますと人間らしからぬ顔をしているのがわかります。そうです、縦型長頭人間です。その縦長長頭人間をダ・ヴィンチ自身が描いていました。右から2人目はパラカスの縦長長頭人間です。同じ顔であることに注意してください。そしてその上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり今から2000年前のイエス・キリスト自身であると私は判断しています。このようなスケッチ画を1500年後のイエスが私たち人間に残しました。そしてこれが私たちがよく知っているダ・ヴィンチの肖像画なるものです。こうしてダ・ヴィンチと一連の縦長長頭人間とつながりました。This is a sketch drawing left by Leonardo da Vinci himself. Two people are drawn in the sketch. The man on the left is the one who bears a thick beard, Leonardo da Vinci, we are familiar with. The person on the left is Iggy, who was brought from Mars to Earth.He precisely matches the skull of a long-headed Martian Igigi. Please have a look carefully at the lower jaw. The lower jaw is strangely protruding at the front face. In other words, this sketch is a representation of the intimate relationship between Leonardo and...マーシャン・イギギ。レオナルド・ダ・ヴィンチ自身が書き残したスケッチ画です。二人の人物が描かれています。向かって左にいる人物にひげをつけたのが私たちがよく知っているダ・ヴィンチです。また向かって右にいる人物が火星から地球へ
連れてこられた異義義です。超等人間の頭蓋骨とピタリと一致します。特に下顎を見てください。下顎が異様に前方部へ飛び出しているのがわかります。つまりこのスケッチ画はダヴィンチと火星人イギギの、繰り返します、ダヴィンチと火星人イギギの親密な関係を表現したものということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。Thank you.
ナスカ高原です。このラインがナスカ高原のラインすべてを代表しているということになります。そしてそのナスカ高原はエリア51とつながっています。つまりエリア51は地球における火星人の基地ということになります。あなたの声がこう聞きました。誰がナスカラインを作ったのですか？もちろん私です。私たちが作りました。あなたの声がこう聞きました。では何のためにナスカラインを作ったのですか？もちろん人間のためですよ。あなた方人間のためですよ。え？人間のためですか？もちろんそうですよ。いつの日か人間の皆さんはこうした事実を暴き、そしてこうした事実を知るところとなるでしょう。そしてその時人間の皆さんは私たち火星人との歴史を知るところとなるのです。ナスカ高原のそれぞれのラインはそれぞれの遺跡へとつながっています。そしてそれぞれの遺跡との関連性をこのナスカ高原のラインを知ることによって皆さん地球人も知ることができるのです。つまりね、ナスカのラインというのは人間の皆さんのための言うなれば歴史の記録書ということになるのです。わかりますか？つまりね、ナスカラインというのは未来のあなた方のような人のための、つまりは遺産ということになるのです。これによって皆さんは人間の真の歴史を知るところとなるということです。あなた方火星人が地球人のために残してくれた遺産ということになるのですか？そうです。もちろんそうです。あなた方人間はこのナスカラインの謎を解くことによってあなた方が何であって、そしてどこから来たかを知るところとなるのです。いいですか皆さん、あなた方人間は神の息子たちであり、そして娘たちなんですよ。それをこのナスカラインによって皆さんは知るところとなるのです。ナスカラインズ in Nazca Plateau in Peru are lines that show the directions to each ruin. I name this theory Hiroshi Hayashi's Nazca Theory, and the lines to the similar ruins gather together at one single platform in Nazca. I name this theory Hiroshi Hayashi'splatform theory, and then we are able to know the historical connections between these ruins with these two theories. Moreover, we are also able to solve a mystery of a ruin with these two theories, a mystery of a ruin which is left unknown what it is for humans.Then, I, Hiroshi Hayashi, hereby define the theory as Hiroshi Hayashi's line history theory, because with the theory, we are able to know the secret history of the ruin, what it is. Then the largest mystery of Nazca lines is that, who created these lines, for whom,and what for? But I can hear their voices whispering in my ears that someday you will reveal this fact and you will know what Nazca lines are. And then it's time for humans to know what we are and what for we did it. We did.Left these lines for humans to know that the whole hidden history on this planet
The earth were created by us. Now is the time for you to know the truth of human history. Because the history of this planet is the history of ours as well as of yours. Humans are not alone on this planet. Both you and we are brothers and sisters. ナスカラインは世界の拠点の方向を示す方向指示ラインです。これを林浩司のナスカ理論と言います。また関連性のある拠点からのラインはナスカ高原で一つのプラットフォームに集まります。これを林浩司のプラットフォーム理論と言います。つまり逆にそのプラットフォームに集まるラインからそれまでは分からなかったその先にある拠点の謎を解くこともできます。言い換えるとナスカのラインおよびプラットフォームはその謎の答えを私たち人間に教えてくれる言うなれば歴史ラインということになります。これを林浩司のラインヒストリー理論と言います。だから私にはこんな声が囁いているように思います。いつか君たち人間はこの謎を解く時がやってくるだろう。その時君たち人間は誰が何のためにナスカのラインを引きプラットフォームを書いたかを知るだろう。そう、そのラインを書きプラットフォームを書いたのは私たちなんだよ。人間の歴史は同時に私たちの歴史でもあるんだよ。この地球は人間だけのものではないんだよ。つまりね、私たちはあなた方人間と兄弟なんだよと。広瀬浜松市ジャパン。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。